この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。俺はいろんなとこ食べに行ったけどさ、やっぱりふかふか谷が一番だね。ふかふか谷は美味しいけど、みーはもっともっと遠くまで行ってみたい。遠く？そんなところ行くまでにお腹減っちゃうよ。だってまだミーは小さいんだし。小さくない。帰ってくるまで妖怪に会っちゃったらどうするのよ。怖い、うん、抜け出すの上手くなってきたかもどこ行くの？メイ？あとちょっと散歩。散歩？ミーも行く。お、メイ？ミー。あのさ、今日はちょっとダメなんだ。え？何？ダメって？散歩行くんでしょ？そうなんだけどさ、ちょっと遠くまで行こうと思ってるから。遠く？行こう行こう。待って。何？待ってってば。ちょっと約束があるからさ。約束？誰と？友達。友達？うん、友達。じゃあミーも会いに行く。え？連れてって連れてって。ダメだよ。なんで？なんで？でもなんで？難しいんだってば。どうして？わかった。何？だから時々いなくなるんだ。ミーの知らないところで遊んでるんだ。違うよ。ずるい。ミーも連れてって連れてって連れてって。赤い鳥さん。え、鳥さん？久しぶり。赤い鳥さん、こっちにいつ来たの？どこどこ？赤い鳥さんどこ？ごめんね、ミー。大丈夫でやんすか？びっくりするじゃないですか。悪かったでやんす。来たと思って声かけただけでやんす。嬉しくて。嬉しくて？でやんす。ごめんなさい。なんでやんすか？私が遅くなっちゃったからずっとそんなところに隠れてたんですか？別に隠れてたわけじゃ。今来たところでやんす。本当でやんすよ。違うんです。え？こんなに優しい狼がいるなんて、私の仲間は誰も知らないんだなって思ったら、なんだかとってもおかしくってはおかしいでやんすか？はい、おかしいですそうっすね。オイラの仲間だってこんなに楽しいヤギがいるなんて誰も知らないでやんすから。何しろ
私たち秘密の友達ですから。嵐の夜に風と雨と真っ暗闇の中、2匹は、あ、それから雷の中、2匹は出会った。お互いの姿が見えないままに仲良くなり、また会う約束をして、明るい太陽さんさんと輝く下で、嵐の夜にと合言葉を交わしたら、一匹はヤギが大好物で食べちゃうオオカミ、一匹はオオカミから逃げないと食べられちゃうヤギだった。だけどオオカミはヤギを食べなかったし、ヤギはオオカミから逃げなかった。ガブとメイは友達になった。わー、きれい。ディアンショ、あの山はなんていう山ですか？あれはモコモコ山。その向こうに広がるのがバビバビガハラで。行ったことあるんですか？もちろんでやんすよ。おいらどこまででもどれだけでもずっと歩けちゃいやすから。そうなんですか。世界が広くて素敵ですね。この辺りじゃ知らないところはないでやんす。ほら、あの辺りもおいらの縄張りっす。どこですか？え、あの緑の深い。うわー、あんなところまで。すごい。知らないところがないなんて。オオカミって、ガブって本当にすごいんですね。いやー、それほどでも。かわいい花。は？ほら。え？ディアンスね。見に行こうよガブ。え？いや。行くよ。どうしたの？行ってみようよ。ああ、だからオイラはここで。うわ、すごいよガブ。いい香りですねガブ。ん？うん。ガブ。うわあ！大丈夫？ガブ？どこか痛くしちゃったんですか？ガブ？大丈夫？わあ！お天気でよかったでやんさ。あの、プレゼントしてもいいですか？途中で積んできたんです。これ。ん？クローバーなんてお嫌いでしたか？そうですよね。あ、いや、その、オイラも昨日会った記念にと思って、あちこち探し回ったでやんす。なんだ。じゃあ、交換しましょう。え？四つ葉のクローバー。え？それ、そうでしょ？いや、その。すぐわかった。もう夕方になっちゃいましたね。ほんと、一緒にいるとあっという間でやんす。ヒュルルヒュルル、僕は知ってるでやんす。え？その歌おいら知ってるでやんす。本当に？でやんす、大好きっす。それ、風の歌でやんす。私もこの歌大好き。歌ってるとなんか優しい気持ちになれるんだ。でやんすね。おいらも小さい頃から歌ってたっす。ガブも小さい頃から？小さい頃でやんす。ヒュルルヒュルル、僕は風。ヒュルルヒュルル、見えないけど。ヒュルルヒュルル、僕は風。ヒュルルいつもそばにいる。
どこ行ってたんだよ。ミーが熱出して大変なんだぞ。え、ミー、ミー、メイ、私も連れてって。え、メイと一緒に行きたい。ごめんね、ミー。メイちゃん、休んだらどうだい。一晩中寝てないんだろう。でも心配なのはよくわかるけど、少しは休まなきゃあんたまで参ってしまうよ。そうよ、メイちゃん、おばさんたちがついてるからね。こんな時水玉草があればいいんだけどね。水玉草って何？熱によく効く薬草よ。そう、あれを食べれば熱なんかあっという間に下がってしまうんだよ。じゃあすぐに用意しましょう。無理なのよ。なんでよ。ギザギザ山のてっぺんにしかないの。それってバクバク谷のすぐそばじゃない。そうなのよ。そうなんだよ、狼が群れの住んでいる。だからね、たどり着けないわね。たとえうまくたどり着いたとしても帰ってこられないわ。バクバク谷、ガブの住んでるところだ。昨日は良かったでやんす。メイが喜んでくれて。でもあっという間に時間が過ぎてしまいやしたね。それに比べてこうやって会う日を待ってるとは、時間がゆっくりとしか進まないんでやんす。どうしてでやんすかね。あ？秘密の合図でやんす。なんかあったんでやんすか？あ、いた！よかった、見てくれたんだ。当たり前でやんす。ミーが病気なの。え、水玉草っていう薬草を食べさせたら治るらしいんだけど、ギザギザ山のてっぺんにしか生えてないんだって。ギザギザ山。狼に見つからないで行ける道教えて、ガブ。あ、ガブ、そんな道あるわけないでやんす。え、どこを通っても丸見えでやんすよ。そんな、どうしよう。水玉草ってのは水玉みたいでやんすかね。え、珍しい草なら見りゃわかるっすね。ガブ、オイラが取ってきやすよ。え、だって任せるでやんす。山のてっぺんだよ。危ないです。何言ってるんでやんすか。おいらの縄張りでやんすよ。でもヤギは山登りが得意なんです。私が行けば。大丈夫でやんす。ギザギザ山だって何回も登ったっす。全然大したことない山でやんすから。あとはおいらに任せて早く仲間のところに戻ってやるでやんす。薬草を手に入れたら合図するでやんすよ。ガブ、そばに行きやるでやんす。うわあ！
何でも行くしかないでやんす。はい、やった、負けないでやんす。できなくてごめんでやんした。わあ、もうよく水玉草を手に入れられたもんだね。ああ、友達がね、取ってきてくれたの。友達？ヤギがギザギザ山へ？狼には襲われなかったのかしら。と友達になんかなれないだろ。なれるわよ、だってメイだもん。メイならそうだね。なんだよそれ。ミー、どうしてかばってくれたの。まあ鳥ぐらいでしょうね。鳥ぐらい、てっぺんまで行けるとしたらね。鳥だけがてっぺんに。そうよ。狼は、狼がギザギザ山に登れちゃったら大変なことになるわよ。どういうこと？昔はね、狼に追われたらとにかく一目散にギザギザ山に逃げろって言われたもんなんだよ。でもね、ギザギザ山は私たちヤギにだってとっても危険な山なんだよ。ギザギザ山だって何回も登ったっす。
ガブ。全然大したことない山でやんすから。私とミーのために。ねえミー。ん？どうして私の友達が鳥だなんて言ったの？え？だって一緒に行ったじゃない。え？遊んだよね、赤い鳥さんと。あれ？違う？でも赤い鳥さんと会ったよ。綺麗だった。ん？仲良くなったんだよ。ん？みー、ふん、夢かな。おかしいな、すっごい楽しかったのにな。あれが夢？ありがとう、ガブ。今日はまたやけに綺麗な星空でやんすね。いて、で、た、た、て。今君に一つだけ伝えておく思いがある。例えば深い霧の中、出口を見つけられず歩くのに疲れてしまったら、ためらう必要なんかない。僕の腕に強く手をかけて掴まればいい。 Wherever you areねえガブ、来週はどんなお話？来週はヤギ狩りをして虹を見てギロさんが怒るでやんす。ヤギ狩り？ちゅうことで来週は狼のボスでやんす。お楽しみに。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。